はい、ハイカイロージー島です。今日はスクーピーに乗ってスバリ村までやってきました。ちょうど今田んぼのグリーンが心地いいのでやってきました。なんとライスフィールドが見えるところにレストランができてました。バリグリーンサンセット、これです。ではここで景色を見ながらコーヒーを飲んできます。今まではね、向こうにあるあのガゼボ、あそこのおじさんがこの景色を見せるためでこの小屋を経営してました。今回こんな立派なものができました。入ってみます。ほら綺麗ですね。こんな感じです。だからトイレも綺麗だからでしょ。まあ、雨が降るとこの外はダメですが、こんな今流行りの階段席、そしてこんな感じのベンチがあります。ちょっとチェーンソーの音うるさいですが、この稲のこの短さがちょうど綺麗なのかな。これ伸びちゃうとこの段々畑が見にくくなりますからね。はい、この向こうにサンセットが綺麗になると思います。次回はサンセットを見に行きます。